侍ジャパン応援宣言。3月に開幕するワールドベースボールクラシック、世界一奪還を目指す侍ジャパンのキーマンに迫る。これはどうだ、今回は東京ヤクルトスワローズ山田哲人、打率3割30本リーダー、そして30盗塁のトリプルスリーを史上初めて2年連続で達成。そんな歴史を塗り替えた男の記憶に残る WBC の名場面とは。台湾戦で鳥谷さんが盗塁したシーンがすごいプレーだなと。第3回大会2次ラウンド初戦の台湾戦、1点を追う9回表、フォアボールで出塁した鳥谷は2アウト絶体絶命のこの場面で、これですね、鳥肌っす。今もちょっと鳥肌だったっす。9回2アウトで走りました。自分は走れるのかなとか感じますね。あのプレッシャーの中でアウトになったらどうしようってやっぱ考えてしまうんで、その中でも勇気持ってやらないといけないなと思いますね。失敗すればゲームセットという重圧の中で決めた決死の盗塁は、日本に劇的勝利をもたらした。受け継ぐべき勇気がここにある。総攻守全てで、まあ、いろんなプレッシャーもかかると思いますけど、日本の野球はすごいと思うんで、世界一になって自分がその中で活躍したいなと思ってます。 WBC 世界一奪還へ、見せろ勇気あるプレーを。